明治安田 J2 リーグ。イーストボールスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間はロアッソ熊本対清水エスパルス、こちらをご覧いただきます。現地のコンディションですが、今日はあいにくの天気となっています。雨の対策を迫られる両陣営です。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずファーストハーフ、シュート、来た、先制、熊本。北澤さん、今のゴールは中盤からのカウンターでしたが、いかがでしょう。いや、カウンター決まりましたね。高い位置からの守備が効きましたよね。フィニッシュも見事でした。さあ、熊本、この早い段階で先制しました。いや、これはいい時間に点が取れましたよね、はい、これで主導権を握れますし、自分たちのサッカーがしやすくなりますよね。大きな1点になりましたよね。そうですね。右サイドへ振って、大本、三島、伊藤、ここで収まる、シュートレンジです。ボックス内へ。裏へ届くか、原から西澤、ここはつながりません。縦へのボール、高橋、このボールをカットします。宮本、ディフェンスをものともしません。いや、これはバーギリギリでした。ギリギリ枠に行かなかったんですけども、見事なシュートでしたよね。枠に行ければゴールだったかもしれませんけどもね。伊藤、今日の試合でアシストを記録しています。ここか、狙った、権田止める、すごい反応を見せました。難しいボールでしたけどもね。いや、よく止めましたよね。松岡、得意のミドルシュートでした。伊藤、ああ、詰めてますよ。これは合いません。大本、果敢なディフェンス、西澤、浮き球を狙う、江崎、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。さあ、ファーストハーフ最初のコーナーキックになります。清水、大きく前線へ、松岡、さあ右へ預けて、自分で行く、その行くか、上がる、ヘディング、クロスを頭で合わせてきました。まあ、サイドを、ね、うまく使った攻撃なんですけども、ボールの出所、そして決定的なシーンを作り出す、このゴール前のマーク、この辺をしっかり操作していかなければいけませんよね。乾から柔らかいパス、長いボールを入れます。白崎、ベースを使うと呼んでいた、クロスが入る、伊藤、前半29分が過ぎました。黒木、三島、大本へ、伊藤、白崎、乾に渡る、
ここは笛が鳴ります。白崎へ、ここから打った、キーパー止めた、こぼれた、さあ追いつけ、おっと上げる、白崎シュート、見事なクロスからのシュートでしたが、これは決まりません。最後崩されましたよね、突破されて、中央の守り切れてないですよね。松岡、西澤、さあ北川、スペースへ、ディフェンス、これを読んでいた。竹本、熊本としてはもう前半終盤なので無理はしないでしょうね。このままリードでハーフタイムに行きたいでしょうからね。江崎、ここはつながりません。乾へ、中心ファウルを取りました、イエローカードです。的な守備を見せます。裏のスペースを狙う、いいボールだ、自分で行くのか、自分で行くのか、中に入れる、ボンダ、ここは抑えました。乾から右へ、乾へ、西澤、チャンス、シュート、決まった、追いついた、エスパルス、このゴールで今日のゲームをリセットします。いや、これは面白い展開になりましたよね。シュート前のワンタッチ、見事なプレーでしたね。そうですね、ボールの置きどころも良かったですし、イメージ通りという感じでしょうね。テクニックの光るゴールですよね。これで今日のゲーム面白くなってきました。いや、素晴らしいですよね。これでまた試合の展開が分からなくなりましたよね、はい、まあ追いついた方が勢いがあるので若干有利ですかね。なるほど、これはファウル、これはカード、みんな心配してますね。大丈夫ですかね。熊本、今のでイエローカード2枚目となりました。縦のボールを入れてきますが、これは合いません。折り返します、インターセプト、前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。見応えのある好ゲームです。さあ前半が終わりました。いや、両チームとも積極的にゴールを狙っていきましたよね。ただこの結果を見ると決定力にそれほど差はないかなと思いましたね。ですから精度をいかに上げていくか、このあたりが後半の課題でしょうね。明治安田 J2 リーグ、ロアッソ熊本対清水エスパルス、前半戦って1対1同点で折り返しています。さあ後半です。ファーストハーフはお互いに1点ずつと、それなりにゲームに動きがありました。このボールに触ります、大きくサイドチェンジです。こういった逆サイドへのフィードは相手を散らすのに非常に有効ですからね。展開としてはいいと思いますね。よく見えてますよね。北川、
伊藤スルーパスを出す。熊本としては突破できませんでしたけどもね、抜ければチャンスでしたからね。今みたいな位置では勝負していった方がいいですよね。三島伊藤体を張ります。いいチェックですよね。カルリーニョス左上がっていきます。通るのかこのパス。白崎からのフィード、いいとこ入りますよ。ちょっとパスが長すぎました。西澤上がっていく左サイド、ボールがつながる。大西竹本左上がっていく。The attendance for this match was 71,550. さあ、ともに選手交代があるようです。さあ、逆サイド、これは合いません。山原、ここは読んでいました。ここはつながりません。さあ、勝負です。開いた、シュート、奪います。もう一度中へ、石川山原、流れを止めます。伊藤乾、熊本は選手交代のカードがまだ手元にある状況です。仕掛けるタイミングを図る乾、防ぐ、これはよく止めました。今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブでしょうね。決定機を阻止しました。清水は2本目のコーナー、縦へ送る、戻します。勝負のシーン、抜けてくる、宮本、これは合いません。左サイドのドリブル、熊本は今の交代であと1回の交代枠を残すことになります。詰め、大西削ってしまいました。まあ守る側からすれば危ないシチュエーションでしたからね。これはイエローを食らってしまいます。熊本、これでイエローカード3枚目。さ
さあ誰に合わせてくるか。セットプレーのチャンスが続きます。清水としてはチャンス作ったんですけどもね、流れは来てますから得点につなげたいですよね。山原、さあつながるか。ここは守備の対応、これはファールでしょう。おっとここでカードが出ます。熊本、今のでイエローカード4枚目となります。これは直接狙える位置です。一番いいところじゃないですか。直接わずかに右へそれました。思い切って狙ったんですけどもね、ちょっと枠に行きませんでしたね。熊本が最後の交代枠を使います。Substitution on the field. Number 16. Coming on to replace him is number 20. 対応します。この位置で受ける。乾へ。乾から北爪。抜けてくる。シュート。清水、絶好のチャンス、ものにできません。両チームともなかなかこうゴールをこじ開けるのは難しい状況ですよね。こういった緊迫した状況は非常に見応えありますよね。セカンドボール拾いたい。阿部、自分で行く。行きましたよ。中上げる。シュート、権田のセーブ。下詰め、残り時間少ないですからね。この状況での戦い方どうしますかね。下詰めが倒されます。あっと、これで2枚目のイエローカード、退場となります。抗議の姿を見せますが、これはファール、判定は揺るぎません。熊本、残るは10人となってしまいました。乾へ、ここはカットします。白崎、シュート、いやー、よく反応しましたね。あの位置からのシュートでしたけどもね、素晴らしいですね。危ない場面でしたが、キーパーが立ちはだかります。残り時間少ないですから、本当ここ大事ですよ。山原、右サイド上がっていく。このボールをカットします。上村、三島、ここはドリブルで上がる。裏を狙っていきます。高橋、吉田、清水、カウンターを仕掛けていきます。このボールに触ります。とボールは仕掛けるか。このスルーパスは通りません。つながります。絶好の位置、上です。1対1、両者譲らず引き分けで試合を終えます。北澤さん、
試合の総括をお願いします。両チームがお互いの持ち味をしっかり出していましたよね。目を見張る場面なんかもいくつかありましたから、引き分けとはいえ見応えのある試合内容でしたよね。はい、そうですね。さあ皆様、お別れの時間となります。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。